はい、ともチャンネルです。ただいまですね、クロームブックのタブレットタイプで今撮っております。どんな風に撮っているかというと、こんな風に撮っております。左にはライト、ちょっと眩しいですけども、ライトとで USB-C にはオーディオインターフェースをつなげたマイク、それで撮っております。で、今回何を話そうかというと、クロームブックでね、今迷ってる人が、買おうかどうかっていうのをね、どうしようかと、そういう人にね、引導を渡してあげようと思います。クロームブック基本的には何をするにしても、本体もちろん買わなきゃいけないのと、あと何ができるかっていうのをね、知らないといけないと思うんですよ。で、クロームブック実際何ができるの、私の場合はこうやって、録画もするし、動画の編集もするし、いろいろとやっているわけなんですよ。で、マイクもこんな風につなげて、収録もできるわけですから、なんなら何でもできる。それが私の結論なんですけども、ただ私もこれでできないことっていうのはいくつかあるんですね。一つはブレンダーで CG を使えない。もちろん使えるんですけども、使うにしてはちょっとスペックがね、足りないなとか、そういった、あとそうですね、挙動に関してもちょっと怪しいところあるので、そういう意味でも使いづらいなっていうのがあって、ちょっとクロームブックでブレンダーを使うことはやっておりません。動画の編集はできてます。で、あとそうですね、オフィスがね、しっかりとしたマイクロソフトのオフィス、使えない、使えるんですけども、細かく言うと、使えない、マクロ使えないマクロって言えばいいのかな、マクロなんかがバリバリ組んであるものなんかは、正確に表示できないとかね、そういった不具合があります。で、あとはこのクロームブックでできないことっていうのはほとんどないです。ただクロームブックを使ってあのソフトが使いたい、例えばアフターエフェクツとかね、プレミアプロとかね、そういった要は専用の Windows の、Windows でしか使えないソフトとか、 Apple の、Mac でしか使えない、ソフトとか、そういったものはもちろん Chromebook で使えるようにはなっていませんので使えません。だけど先ほども言ったように、動画の編集は私 Chromebook で十分やっております。できないんじゃなくて、使えるアプリを使ってやっております。Chromebook は基本的に Android のアプリ、普通に今売られているものであれば、今売られているものっていうか、最近発売されたものというもので、意味で、今売られているものは Android のアプリ使えます。全てが全て使えるわけではないんですけど、制限のある中で不具合のなくちゃんと使えるものという意味では、使えるものもあります。ただ中には、全然対応していないもので、Google Play にも出てこないものもあります。だけど自分の使いたいものっていうのは、例えば考えてもらえば分かるんですけども、 Chromebook で言えば、基本的にはインターネットを見たり、YouTube で動画を見たり、そういったね、消費コンテンツが多分ほとんどの人がそうなんじゃないかと思います。で、たまにオフィスかなんかでね、表計算を使って、書類を作ったり、ワードを使って、文章を書いたり、そういった使い方はたまにするかもしれませんが、ただ普通の一般的な使い方としてはそれで十分な用途があると思います。先ほども言ったように、 マクロをねバリバリ組んでいるものを使いたいっていう人はね、そんなにいないと思うんですね。そういうことを考えると、Chromebook でできないものっていうのは、Windows 専用のソフトが使いたいとか、Mac 専用のソフトが使いたい、そういった人がちょっと Chromebook ではね、難しいかなという、難しいというかできないものはできないんです。で、逆に言えば使うソフトに別にこだわりないよっていう人は、クロームブックで大抵のことはできます。私も最初はもちろんインターネットが、手軽に開けて、すぐパカッと開けて、そしてインターネットにつながればいいなっていう気持ちでね、使い始めたんですけども、あれやこれやなんだかんだ言いながらね、いろんなことができるようになってきたんですよ。私が一番最初に持っていたのは Android のアプリも使えませんでした。だけどインターネットにあるアプリで十分賄えていたんですよ。
そういったことで別に Chromebook に Android のアプリが動かなくても使えなかったという意味では別になかったわけなので、そういう意味ではね、全然今までずっと使っていて不具合というか不満っていうのがねほとんどなかったです。で、一番最初に使っていた頃っていうのは別に動画の編集もそれでしようと思わなかったので、特にね全然それについては問題なかったというかね、不満は本当になかった。だけど Chromebook で Android のアプリが使えるようになった時に、あ、動画の編集できるなと思ってね、まあ、そうなってくると動画の編集アプリもいろいろと使ってみたり、で今度 Linux が使えるようになって、あ、Linux が使えるってね、動画の編集アプリを入れてみたり、画像の編集入れてみたり、まあいろんな使い方をね、するようになったんですよ。そうなってくると気づいたら、あれ、これでできないことって、私が今使っているブレンダーが実際に不具合があって使いづらいなっていうだけで、使おうと思ったら使えるから何ができないんだってこと、逆にねそういうふうに思ってきたんですね。だから何もできないものがいつの間にか何でもできるようになっちゃったんですよ。あとはアプリがねそれに対して使えるか使いこなせるか、自分に合ってるかっていうのをね、確認するだけで、まあ、やりたいことっていうのはね、本当にもうこの Chromebook だけでもう私は今動画撮ってるように何でも大体できるようになってるんですよ。ただ、皆さんこうね勘違いされているのは、インターネットがないと使えないんじゃないのと、今この環境私インターネットにつながっておりません。あの動画の方をね撮っている分にはもちろんインターネット必要ないし、こうやってねマイクを接続してこうやって収録するのもインターネットには全然関係ないです。ケーブルをつないでいるだけなので、これで十分です。で、動画の編集これからやろうかなってね、画像の方をインターネットにこう一回アップロードして、そしてダウンロードして取り込んで、まあ、それをね編集するのには、まあ、Wi-Fi につながってないといけないんですけども、ただこれ先ほどねこれで撮った動画取り込まなければ、今撮っているこのカメラで撮ったものをそのまま直接編集することで全く問題なく、動画編集できます。今のところですね、カメラの不具合というのであれば、カメラの不具合はね一つあるんですよ。素のカメラアプリで撮った動画はAndroid のアプリで編集がちょっとしづらい、なぜかよくわかんないんですけど、できないに近いんですよね。で、それをパソコンの方、私が使っている Linux のパソコンの方に一旦入れて、それで動画の編集をする上では全く問題ないんですけども、ただ編集のタイムラインを見ると、やっぱりね、若干変な表示になってたりすることがあるので、この Chromebook で直接標準アプリで撮った動画っていうのはね、ちょっと癖があるんですね。だから私今使っているのは Android のカメラアプリを使って、動画の方を撮っております。まあ、これをすることによって、普通に Android のアプリで動画の編集もすることできるし、パソコンの方に持ってきても変な挙動がない、まあ、素直な動画といえばいいんでしょうかね、そういったものが撮れるので、まあ安心して、まあ、録画の方できてるんですよ。で、こういったことをね踏まえて、まあ、私の環境下では私が使っている分では不具合っていうか不満っていうのが全然ない状態で使えております。あ、全然じゃないです。あえて言うならば、私8インチクラスの Chromebook が出てほしいなと思っております。8インチっていうとタブレットの方になるんですけども、そのくらいの大きさの Chromebook ってないんですよ。最低 10.1 インチからとかね、それもキーボードがついてたり、キーボードはついてなくてもタブレットなんだけどパワーがなかったりっていう、そういった意味でもちょっとだけ、そういったところに不満はありますけども、その辺はねハードの不満であって、実際出ている使える使えないっていうソフトウェア面での、不満ではないので、まあこういった動画を撮ったり編集したり、そしてアプリをね立ち上げて使ってみたり、オフィスをねつないでみたり使ってみたりっていうのは全然不満はないです今のところね。で、キーボードを私このタブレットタイプには、つなぐことはないです。つなぐことはないっていうのは、私普通のクラムシェルタイプの Chromebook 持っていますので、そういった作業をするときはそっちを使います。で、そっちは14インチありますので、タブレットタイプのこうパターンと反対側にねしてタブレットタイプでも使えるんですけども、そうなってくると
カメラの性能そんなに良くないんです、そっちね。なので直接動画を撮って、まあ、それをね使って編集するっていうこともできなくはないんだけど、さすがにあまりにもひどい映像なのでちょっとそれは YouTube に載せることはないんですけども、トータルで見るとやっぱりねカメラの性能っていうのは多分悪いんですね。ただこうやって三脚に載せて全く動かない画像で、映像でねやってる分には全くいいのかなと思っています。で私が動画の編集で使っているAndroid のアプリの中に背景を抜く機能のあるやつもあるので、まあ、それを使うとこの背景を抜いて、背景別の背景をね、セットするっていうこともできますので、まあ、そういった使い方、まあ、全然ねいいです。使いやすいっていうかね慣れはあるんでしょうけど、まあ、そういった意味でも万能に近くなってきたかな。あと一つ求めるのであればスペックですね。 iPad なんかと比べると性能っていうのは Android っていうか Chromebook の性能はたかが知れております。たかが知れているその性能でねサクサクそれなりに動いてくれますので不満はないんですけども、私みたいに動画を撮ったり編集したり画像をいじったりなんだりかんだりしているとやっぱりその性能の低さっていうのはねそのちょっとストレスにもなってくることもありますので、だから私Linux のパソコンを使って、まあ、普通は動画の編集してるんですよ。だけど Chromebook でやろうと思った時にもできるので、まあ、そういった意味でもね、使いやすいなと。だからね迷ってる人はね何ができる何ができないっていうのがまだね明確にわからないと思うんですよね。明確に分かっていないので買った時に使えるのかなどうかなっていうのをね、分からないと思うんですよ。だけど、専用のソフト Windows とか Mac の専用のソフト以外のもので代替えっていうのは大体あります。使いこなせるこなせないっていうのは使い慣れるか慣れないかっていうことと、まあ、追い換えられるんじゃないかと思うんですけども、まあ、大抵のことはできるし使っていれば慣れてきますので、そういう意味では、まあ、買っても、ほとんど何でもできるし、使い慣れてくればそれなりに、ものを、ね、こなしていくことができるので、まあ、いろんなことに対応できますよと。まあ実際ね、一番安いモデルで言うと2万円台からとかね、割引聞かせると売っております。で実際そういうのでいいと思うんですよ。普通に負荷の高い処理、するっていうのは普通に動画の編集だけとかね画像の編集ぐらい、他の処理っていうのはそんなに負荷が高くないので、その中でこの Chromebook が、まあ、使えるか使えないかで言ったらほとんどのものはその低価格帯の Chromebook で十分使えると思うんですね。だから試しに使ってみるというのであっても、まあ、十分な性能は持っていると思うので、まあそれで不満はないんじゃないかなと思います。だから一度ね使ってみて、それでも合わないなっていうのであれば、逆にそういった不満の恐れがあるんであればもう使わない方がいいですね。使ってあやっぱこれダメだったと思うんであれ、思うんであれば、うん、後悔するなら買わなきゃいいんだけど、ね、まあ、使ってみないと分かんないっていうのもあるんでしょうけど、まあ、使ってみて後悔しそうだなと思えば使わない方がいいんですね。で使ってみたいなっていう好奇心のが強ければ一度使ってみるのもいいと思います。まあ、それでね、やっぱり失敗したなと思うんだったら、そう思うだけで、まあ、多分それはね後悔じゃなくて確認のための、まあ、投資かなと思いますので、ね、まあ、それはそれでいいような気がします。なので私はChromebook は基本的にここでちょっといいんですけども、ほとんどのことはもうできます。できないのは専用ソフト Windows でしかないソフトとかね、Mac でしかないソフト、 Linux のソフトは使えます。ほとんど不具合があるかもしれないんですけど、とりあえず使えます。で全部が全部じゃないんですね、もちろんまだベータ版でしかないので全部が全部使えるわけではないんですけども使えます。なので Mac も Windows もそれしかないんだけど Linux であるかもしれないからそれでも使えるかなっていうのであれば、まあ、試してみればいいのかなと思いますね。はい、ということでね、今回はもう本当に Chromebook で迷ってる人、多分ねほとんどの人そこで迷ってるってことは買わない方がいいです。Chromebook が広まるのはねそれは嬉しいんですけども、
買って後悔して、あダメだこりゃっつってね、周りの人にね、あれはダメだこりゃダメだっていうのはね、言いふらすのであれば使わない方がいいと思いますし、で使ってない人にね、あれだこれもダメだこれもあれもダメだっていう人は、他のものもね、使わないのにダメだっていう風なことをね押し付けるような感じになってしまいますので、できればもう迷ってるんなら使わないで、で好奇心が勝ってるんだったらもう買った方がいいですね、そんな感じです。はい、ということで最後までご視聴ありがとうございました。今回は、こんな感じでクローンブックのね、買っていいのか迷っているような人にね対して、バッサリと、引導を渡すような動画になってしまったんですけども、まあ、でもねそれが多分正直なところだと思います。はい、ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。